こんにちは、ハーブティー。はい、まえのんです。今日はですね、ビーホリックでの購入品を紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見てみてください。どうぞそれでは早速紹介していきたいんですけども、まずこちらのルームウェアを見てほしいです。はい、じゃーん、こんな感じです。すごい可愛いルームウェアを最近ゲットしました。これはアマテラスというブランドになってます。アマテラスでインスタ飛んでみてください。はい、仲間がすごい可愛いんですよね。こんな感じでこんな風になってます。でちょっと短めなのでお腹が少し見えるみたいな。朝とか夜とかちょっと寒かったりもするので、この長さで羽織ったりとかして、中は暑い時はこれだけとかにしてます。めちゃくちゃ気に入ってておすすめです。はい、それでは早速紹介していきたいと思います。やばい、重たい。でーちょっと待って、めちゃくちゃ重いめっちゃ重い。じゃーん、こんな感じで段ボールが届いたので紹介していきたいと思います。はい、ではではどんどん紹介していきたいと思います。まず最初はこちらから紹介していきます。じゃーん！1着目がこちらです。エンボス半袖ブラウス全4色展開になってて、アイボリー、ピンク、イエロー、ブラックがあって、こちらは、イエローですね。イエローのカラーです。なんか丈感もすっごい可愛くて、前が少し短めになってて、デニムとか合わせたりとかスラックスパンツとかと合わせたりして着たいと思います。続いて紹介させてもらうのが、うわ、これも可愛かったやつ。じゃーん、すごい華奢に見えるなと思って。これ繋がってるんですけど、デザインがこういうカーディガン風に見える。なんかスリットがねすごい深めに入ってるんですよ。じゃーん、ちょっと大人っぽいでもおしゃれなワンピースをゲットしました。こちらはスリットニットワンピースになってます。グラスグリーンとブラックの2色展開です。今の気分にすごいぴったりだったのでゲットしました。今回ほんと色物ばっかりゲットしちゃいました。じゃーん、半袖のニットになってます。こちらはウールコーンパフ半袖ニットになってます。私はピンクをゲットしました。なんかザ・韓国みたいなファッションができそうなので、濃いめのデニムとかに合わせていきたいなと思います。続いて紹介させてもらうのがこちらです。ティアードリンクルワンピース、ティアードリンクルワンピースです。わ、結構短そう。ミニ丈だな、めちゃくちゃ。でもなんかロングブーツとか合わせて着たら可愛っぽそうな気がする。なんか夏はさすがにロングブーツはあんまり履かないけど、春だったら全然流行ってるし可愛いなと思って、ベージュとかのブーツとかと合わせて履きたいな、着たいなと思います。生地が本当になんか柔らかくてパジャマっぽい、ふわっとした柔らかい生地で、でも形がすっごいこうフリルが何段も入ってるので、このバランスがいいですね。この生地感とこのデザインのかなりボリュームもあるので足が結構細く見える気がします。髪の毛ストレートヘア、今みたいなストレートにすごい合いそう。はい、続いて紹介させてもらうのがちょっと変わったお洋服をゲットしてみました。レタリングスウェット&ロングスカートのセットになってます。これなんかセットなのに3938円っていうちょっとお値段が安かったのでゲットしてみました。こんな感じ、スウェットにじゃーん、スカートもついてました。じゃーんに、これを合わせて着るみたいなワンピース風のセットアップになってます。このぐらいの薄めの生地だったら逆に本当に今着れる気がするので、かなり薄めの生地感なので、でも全然見た目は安っぽくも全然見えないので、これはちょっといい買い物をしたなと思います。続いてスリットリブクロップドニットになってます。こちら全4色展開で、アイボリー、ディープスカイブルー、ブラック、4色なのに3色しか書いてないん？はい、こんな感じでここにちょっとスリットが入ってて、でもなんか深すぎないのでセクシーになりすぎないんじゃないかなと思って、あ、下にも入ってた、ここにも入ってます、こことここに入ってるので、なんかこういう短めのピチッとしたトップスって本当に何でも合うので、でも私最近本当パンツスタイルがすごい多いのでカジュアルな感じのパンツと合わせたいなと思います。
続いて、あ、そう、これこれもこのトップスに合わせてゲットしました。イエローのデニムです。ちょっと待って、あ、そういうことか。こことここでパンツをちょっと絞れるかもしれない。ちょっとめちゃくちゃでかいかもと思ったんですけど、こちらがサイドボタンサルファカラーパンツ、私はイエローをゲットしました。イエローとミントとピンクとブラック、ピンクとブラックがあります。これぐらい絞れたらもしかしたら、いや、どうだろう、ちょっとでかいかもしれない。フリーサイズだこれ。しかもちゃんと見なかった。漂うでかい感じはすごくしてます。大丈夫かな、これでなんかめちゃきつかったら恥ずかしいからやめとこう。あー、これもゲットしたわ。そうだそうだ、バックリボンクロップドスウェット4642円です。かなりちっちゃめなショート丈のスウェットになってるんですけど、こう後ろにこんな感じでリボンがついてて、なんかすごいシルエットが可愛かったので、サイトで見た画像だと白のなんかシフォンスカートみたいなのと合わせてたんですよ。私は白のスカート結構持ってたのでトップスをゲットしました。でリボンもちょっと固めの大きめなリボンなので、あんま甘くならないのかなと思って、これもすごい合わせやすい気がする。なんかサイトの画像はこんな感じで可愛いですよね。続いてサイドジップマーメイドスカート4191円でした。あ、これは平気そう、かなりタイトめだ。あ、しかもめちゃくちゃ伸びる、なんかきつくないゴムだ、痛くなさそう。これはちょっと良さそうですね、いい買い物した気がする。なんか春に向けてちょっとワントーンコーデとかをしたかったので、こういうアイボリーのカラーのスカートが欲しかったので、なんか真っ白とかパキッとしたのは持ってるんですけど、こういう柔らかい色は持ってなかったので、しかもすごい細めなスカートなので、これはちょっと楽しみです。はい、次に紹介するのがオーバーフィットアンバランスシャツなんですけど、なんかサイトの画像はめっちゃピンクだったんですよ。え、ピンクじゃないですか。ピンクだったんですけど、めちゃくちゃベージュだったっていう。え、私これ色間違えたのかな。アイボリーとライトオレンジ、アイボリーが届いたってこと。でもなんかアイボリー真っ白だったんですよね。わかんない、買った記憶があんまないです。最後紹介させてもらうのが、え、これが一番楽しみだったんですよね、個人的に。そう、このセットアップなんですけど、サイズは S サイズにしたんですけど、超可愛いこのカラー、桜ピンクみたいなピンクです。これにクロップド丈のジャケットになってます。で、肩パットも入ってるので肩もすごい綺麗に見えるかなと思って、形も。これはクロップドダブルジャケット&タックワイドスラックスです。これはセットアップで9372円でした。私はカラーはピンクにしてます。早く着たい、もうめちゃくちゃ早く着たい。え、もう今すぐ着てきてもいいですか。はい、ということで今から着替えていきたいと思います。ドン。パンツは結構でかかったです。こうゆるゆるでした。で、丈もちょっと長めだったので、うんって感じだったんですけど、トップスはすごい可愛いです。サイズ感もすごいバッチリでした。着てみました。デニムは自分の持ってるデニムと合わせてみました。なんかザ・韓国って感じのシルエットですね。じゃーん、着てみました。いや、可愛いんですけど思った以上にタイトだったです。かなり張り付くのであんま食べれないですね。え、でもほんとこの辺とかすっごい綺麗に見える、かなり華奢に見えるので、え、好きな子は好きなんじゃないかな。私のもか、他の色もすごい欲しいかも。自信をつけてくれるワンピースな気がします。かなり張り付くのでいろいろもろもろ気をつけなければいけません。ぜひスタイルに自信がある方はぜひこれを着てみてください。かわいい。はーい、セットアップ着てみました。めっちゃかわいいこのセットアップ。形もすごい綺麗だし、ウエストとかサイズ感もすごいちょうど良かったです。もう自然にスタイルアップしてく見えるので、もうこれ1枚持っとけばめっちゃ使える。ピンクも色はコーラルっぽいカラーなので甘すぎず大人っぽいです。じゃーん、こんな感じでした。はーい、マーメイドスカートと短めのスウェットと合わせてみました。スカートが本当にびっくりするぐらいちょうどよかった、サイズ感が。で、かなり伸びるので締め付けられてる感も全くなく、中に見えてもいいやつ履いてるんですけど、色も全然透けないですし、インナーとか気をつければ大丈夫かなと思います。後ろ姿も可愛いです。こんな感じです。
めっちゃ可愛いんですけど。しかもウエストが全身ゴムなのですっごい楽ちん、めっちゃ伸びるし、形も綺麗だし、スウェットなのになんか女性らしくてすごい可愛いし楽ちんです。これ一番好きかもしれない、今回の買い物で。こんな感じです。可愛い。これでも本当にあの大人でも着れるミニ丈ですね。可愛い。色がちょっとクリームっぽくて、これなんか上だけ見るとすごい甘いけど、この辺から広がることによって大人っぽさが出てる気がします。インナーだけ気をつければ大丈夫です。はい、ラストです。ラストはこのピンクのニットです。かなりあのボリュームがあるので、こういう細めなパンツとかと合わせてあげるとすごい可愛いんじゃないかなと思います。ちょっとでも映像よりは実際の方がもうちょっとサーモンって感じかも。あ、こんな感じ、サーモンの色なので、は派手っちゃ派手です。こんな感じでした。はい、ということで今日は D ホリックさんの購入品紹介でした。いや、私やっぱ D ホリックさんも昔から大好きで、結構オンラインのなんか韓国の通販って、まあ買ったものと違うものが届いたとかよくあると思うんですけど、そういうのはもう全くない気がします。安心して買えるし、あのサイトで見てちゃんと可愛いって思ったものを買えば間違いないと思うので、また定期的にちょっとDHOLiCさんの購入品紹介したいなと思うので、楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。まあでも買ってからちょっと時間がやっぱりどうしてもかかっちゃうので、届くのが、そういう意味では1ヶ月後着るならこれかなみたいな感じで想像しながら買うのがいいかもしれないです。今の季節っていうよりはちょっと先の季節で着れるものを買うのをおすすめします。はい、ということで、よかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ。ミルクティー、バイバーイ。